アントス・マルティネスは、キューバ出身のプロ野球選手。2019年現在は、キューバ国内リーグセリエ、ナショナルでベースボールのアラサネスでグランマに所属。2008年から2009年シーズンから、キューバリーグのアラサネスでグランマに所属。2013年から2014年シーズンでは、ベゲーロスで、ピナールデルリオに所属し、チームの優勝に貢献。 チームとして2015年のカリビアンシリーズに出場し、初優勝を果たす。キューバの優勝は55年ぶりで、MVP を受賞したフレデリクセペダをはじめ、アルフレドデスパイネ、ユリエス・キグリエル、エクトルメンドーサなど、NPB 所属選手の活躍が話題となった。2014年から2015年シーズンは、アラサネス・デグランまで、打率、356、6本類だ。 28打点、オプス1.004の好成績を残した。キューバ代表として2014年中央、アメリカカリブ海競技大会、2015年、パンアメリカン競技大会に出場。2016年は、北米独立リーグのケベックキャピタルズに所属し、78試合で打率。301、1本類三34打点、23盗塁の成績を残す。 2017年、第4回ワールドベースボールクラシックにリードオフマンとして全6試合に出場し、打率318の成績を残した。2017年5月18日、NPB の千葉ロッテマリーンズへ契約金なし、推定年俸20万ドルの1年契約で派遣されることが発表された。背番号は10。 5月31日の対阪神タイガース戦で初出場。翌6月1日の同カードで初スタメン出場。応援歌は GG 佐藤のメロディーが流用された。2度の1試合4安打や2試合連続本塁打などの活躍で高い打率を残していたが、徐々に調子を落として9月11日に登録を抹消。10月4日に帰国し、 12月2日に自由契約となった。2017年から2018年のキューバ国内リーグではシーズンベスト10プレイヤーに選出される。チームはリーグ優勝、カリビアンシリーズ出場を決める。優勝は逃したが、カリビアンシリーズのベスト9にキューバチームから唯一選出された。2018年から2019年はコロンビアのウィンターリーグに派遣された。 2019年春夏シーズンはメキシカンリーグのタバスコキャトルメンに発見された。主に走り打ちと呼ばれる、打つ瞬間に左足を前に出し、バットに当たった瞬間には走り出すフォームでアンダーを量産する。キューバ時代は車のハンドルを意味するティモニア、踊りながら打つように見えることからバレリーナの異名を取った。走り打ちは必ず行うわけではないが、 非常に大きな武器でもある。走り打ちのフォームからセーフティバントを狙うこともある。この他にも三振を防ぐためのバット投げなどの得意な打撃技術を有する。ありがとうございます。